はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、白タンタッチ青のコントロールですね、になります。はい、某ね、ルヤのリストで見かけて結構いいなと思ったんで持ってきました。はい、まあどういいかっていう話なんですけど、もともと白タンミッドレンジコントロールがっていうデッキが、存在するんです。で、白タンコントロールの利点って何かっていうと、やっぱり軍備放棄っていう最強の現環境最強の除去を使えることと、まあ、最強のフィニッシャーである、まあ、放浪除去兼フィニッシャーである放浪を使うことができるってことが挙げられるんですよ。かつ初動の足回りが結構強くて、相棒やし労働農場労働者、銀貨破りと結構足回りが良くて、戦いやすいんですよね。はい、まあそういうのがあって、まあ、あの白タンコントロールっていうのが今環境2番目か3番目ぐらいかな、多分2番目か3番目ぐらいには勝ってるんじゃないかな。エスパーとかよりは勝ってるイメージがありますけどね。はい、まあそんなわけで、そこに、まあ、あの白タンの弱点が一つあったんです。それがどうしてもあのドロスが足りないっていうポイントがいくつか弱点があったとしあって、で、まあそこに対して、まあこのマイトウィーク、まあ除去も兼ねれてドロソにもなるってとこを入れるのをついでに、まあそもそも別に白弾である必要ないよねっていうので、ウルザが入っているパターンですね。これによってフィニッシャーがまた増えたことで、戦いやすくなってるのかなとは思います。はい、で、土地に関してもウルザ以外に青いカードは入ってないメインにはってことで、まあ平地とか合わせてね、めちゃくちゃ採用しやすい、かつ農場労働者だから引っ張ってこれることから、軍備放棄が、弱く そんなに弱くならないっていうのも、非常にいいポイントなのかなと思います。はい、というわけでね、まあ、サイドボードに青いカードは入ってるんですけど、まあ、白タンタッチ青っぽい形で、まあ、どんな感じで動くかっていうのを、見ていってほしいかなと思います。ここはちょっとした宣伝となっております。ですね、私のチャンネル登録者数がただいま6740人かな、いや違う、6762人ですね。ということで、ちょっと細かいんですけど、昨日ね、登録していただいた方ありがとうございます。年内にね、チャンネル登録7000人一応目指してはいるので、はい。なのでね、よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、本日この時使ってランクマッチやってきました。勝率多分7割ぐらいじゃないかなと思います。アグロとかミッドレンジには余裕で勝ってますね。ちょっと不利な対面はコントロールかなと思います。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。先手これはキープでいいかな。うん、先銀行破りかどうかは相手の動き次第かなぐらいですね。カウンターがちょっと多めそうなら早めに銀行破りを置きたいですし、対グリクシスだったらもしかしたら4マナのタイミングで置きたい可能性もあるんで、うん、まあどっちになるかなって形ですね。いやでもこれなら一旦農場労働者でいいかな。本例発表からいく形になりそうですね。黒1マナ、うん、ちょっと待っている、まあ、とりあえず本例発表を置いて、まあ攻撃しなくていいでしょう。まあしつこい負け犬何回か殴られるぐらいなら何の問題もないんで、願いか願いかって期待か。大騎馬精弾、まあシェオルはいてもなんとかなるんで、これはここにチェックだけ、次のターンのチェックだけ入れといて、フォローを早出しでいいと思います。早出しでそこにある負け犬消しときましょう。敵対者とかは簡単に受かってるんで大丈夫だと思います。だからスペースランドなんか地味にあのここら辺ずれてるの気になりますけど、まあ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 、まあ、ドローで、まあ何もないなら何もないでいいですね。これは銀行破り置いて大田原も置く形ですね。大田原置いてプラス1カウンターはこっちでいいでしょう。うん、なんか除去っぽい気もしますけどね。うん、まあ攻撃しないでいいです。しっかりとトークン作ってあげましょう。ちなみになんですが、銀行破りアクティベートするとこの野心家、ん？野心的な農場労働者もひっくり返せるんで、相手の動き次第だとこれひっくり返します。うん、5マナ
絶望将来だったりとかいろいろ飛んできそうな気もしますけど、まあとりあえず 3-3 でブロックしてあげてでいいかなと思います。ブラスク、ひっくり返して、まあ、ここブロックで問題ないでしょう。うん、普通にハンコンも相手嫌でしょ。あと銀貨破りも落としたいですよね。うん、もう気は正談。あー、ウルザ、まあとりあえず相棒、いやウルザでいっか。うん、ウルザ置いてこれはトークンでいいかな。エンドでこのまあ婚礼の祭典とかも結構ね簡単にいろいろといろんなことができるんで、まあ殴ってきたら三々の警戒でブロックしてあげましょう。おい、うん、とりあえず銀行破りはワンドローします。これ絶望将来引いてるけど書き消しケアしてる動きな気がしますね。でもインスタントだな。うん、インスタントなので除去カード絡みかな、グラスとかなんですかね。うん、まあでもこっから先は何とでもなりそうなので、うん、絶望将来とかも完全に受かってますし、こういう対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープでいいかな。うん、できればアンタップに引いて農場労働者から入って 1-2-3 で動きたいですけど、まあ3スタートとかでもまあ悪くはないのかな。そうですね、婚礼発表スタートとかでも先手ならそんなに悪くはないですね。とりあえずまあアンタップにできる基本地形が引けるかどうかだけお祈りしてナフィンの塔から置いていきましょう。うん、それで多分大丈夫だとは思います。よいしょ、で固まってますけど、うん、固まってますけど、あ、来ましたね。 OK、 だけタップインでいいでしょう。一番嬉しいのはアンタップインの土地だと思います。うん、兵士ちょっと嫌ではありますけどね。あ、アンタップインつけましたね。なら農場労働者で大丈夫です。まあ基本地形持っていきましょう。で対兵士なんですけど、まあしっかり横並びしてあげるっていうのは大事だと思うので、これねブロックしたら死なんですよね。ブロック、いやまあこれはいいか。うん、まあ一旦ウルザかなこれ。リゲートとかその辺のカウンター嫌なんで、スペルピアスとか一旦ウルザ置いてお茶濁します。兵士3マナ、あとはどっかへ除去欲しいですね。うん、特にこいつをしばきたいので、特にこいつをね。うーん、まあ婚礼発表からか、置いてエンドでいいでしょう。放浪を構える動きって弱いんですよ。うん、今のターンで放浪を構える動きはめちゃくちゃ弱いんで、こっちからでいいかなっていう感じですね。一旦殴らせてから消す方が多分楽になると思うんで、殴らせてから消しましょう。お、殴ってこないなら、それならそれで別にいいんですよね。うん、さっきから一番貯めてんのはスペルピアスな気がするんですよね。うん、あーなるほど、ならしっかりとそこの天空車消します。うん、リソースゲーとかで向こうに有利作らせたくないんで、あと飛んでるのが嫌なんですよ純粋に。うん、飛んでるのが嫌なんでしっかりと消します。でそこの古参兵とかが別にねいくら動こうか関係ないんで、し
カイドウ飛んでるところ落としてあげましょう。あとはまあ農場労働者とかはね、サイズ上げてぶん殴る動きもめちゃくちゃ強いんで、でミレルは関係ないです。うん、ミレルは問題ないんで、まあとりあえずプラス1カウンター。まあ農場労働者、これって起動することもできないだよね。だから銀行破りもう切るしかなくて、うーん、エンド、うん、銀行破り切るしかないんですよ。タリアは関係ないです。ボタン兵の追加はちょっと面倒くさいですよね。うん、まあミュレルはミュレルで問題はないんで、殴ってきたらね、もう全部でブロックしてあげてミュレル落とす動きで問題ないですし、うん、まあ横にはめちゃくちゃ並ぶんですよね。これはどうせ相手タップしないんで、こうの、あー聖域の番人、これはもうラフィンの塔はサイクリングします。うーん、ならここまででいいかな。うん、古参兵とかが殴ってくることもあんまないと思うんでね。そうですね、古参兵とかが殴ってくることもあんまないと思うんで、徴兵士官ここで引っ張ってこれるのは粗暴な聖戦士だと思います。うん、ですよね。なんで粗暴な聖戦士を出しやすくしてあげましょう。聖域の番人置いてあげます。あとは欲しいので言うとあれですね、軍備放棄が欲しいですね。押してましたね。 OKOK なら、いやこれは今使う必要ないな。聖域の番人、粗暴な聖戦士は聖域の番人来て欲しいのでこっちにしましょう。でまあ先にワンドローで起きて、で軍備放棄でミレル消します。サリアと相打ちならいいんで、これは殴ります。ほい、サリアと相打ちなら OK です。うん、向こうの粗暴な聖戦士が取れるのは聖域の番人だけだと思うんで、ほいで、サリアがねもう一回りサイズ上がったら邪悪を打ち砕けて消せるんで、うん、その辺含めても大丈夫だと思いますね。ボタンで一回りサイズ上がったんで落とせるようになりました。粗暴な聖戦士、正規の番人しか取れないでしょう。うん、正規の番人しか取れないので相手、まあこれで問題ないとは思います。結局向こうも殴れませんからね。殴ってくるのは殴ってくるでどうでもいいんですけど、ただのパワー4ですからね。うん、ただのパワー4なんでね、普通にここでふんわりキャッチしてあげるだけで勝手に死ぬんで、うん、こうやってし破壊時てか死亡時しか発生しないんで通行だと関係ないんですよね。さあもらって、おマイトリーク引きましたね。なら一旦邪悪を打ち砕いといて、マイトウィークで、これは除去モードで正規の番人回収します。おいワンドロー、おなら銀行破り前出しますね。でまあプラスでここにして殴りましょう。ほい、うん、これでいいんじゃないかなと思います。エンド、横並びゲイこっちの方が頑有利になったんで、うん、相手また変なことはできないと思います。起動、
で相手って実はフレンズウォーカー落とす手段がなくて、これ対戦で投入ですね。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはまあキープですね。相棒から入って婚礼発表が使えれば OK かなと思います。まあ土地引けなかったら相棒相棒で問題ないかなっていう形ですね。白黒エスパーかマルドゥーかオルゾフか、まあ何でもかんでもありますね。とりあえず相棒から入りましょう。エスパーもまだ全然あるんで、ああマルドゥーですね。ってことは天使ですね。うーわ、いやまあこれもう婚礼発表しかないんで婚礼発表から置くんですけど、ほい、土地が積もれるかどうかか。そうですね、土地が積もれるかどうかなので、5手分でこのねシャーマンに対するディサードが入っちゃってるのは結構嫌なポイントなのかなとは思います。まあ殴ってきたらダブルブロックしかないんで、結局除去切らせるしかないですからね。切り崩しないなんなりでまあ一発切ってもらいましょう。まあ喉首使ってくれるならギリ OK かな。宝物なくなりましたね。テンポ的には相当損はするんですよね。まあこれは農場労働者で土地拾って、まあ置いて相棒で、まあ婚礼発表先に置けた分のアドバンテージはあるんで、先に置けた分のアドバンテージはがっつり使っていきたいかなとは思います。さあ危機時期残るのはちょっと不穏ではありますけどね。現状なんとかしてそこの危機時期しばいときたいところではありますし、婚礼発表2枚目、嫌ですね。まあこれは婚礼発表を追加して土地を置いてでいいかな。一応こっちの方が先に一回りでかくなったんで、まあ向こうの方が二回り目のでかくなり方が早いんですけど、まあこっちからでいいかなと思います。聖域の番人とかが飛んでくるのが嫌ですけどね。まあ怒りの大天使ぐらいならまあなんとかなります。2回の大天使ぐらいならギリなんとかなるんで、まあマイトウィークでまあマイナスでそこの引き引きは取るんですけど、まあ銀貨振り前出しますか。エンド一応損っぽい動きはあんまりないかなとは思いますね。竹沼今のところ墓地には落ちてないので、 OK。 ギックスの残虐まで入ってるんですね。まあ怒りの大天使は殴ってくると思います。土地引けなかったら、まあ、銀行破りまで使っちゃっていいんで、これはこうかな。打点が一番残る形というか、トークンとかが一番残る形はこれな気がします。痛いですけど純粋に痛いですけど、一番カードが残るのはこうかなと思います。これは置いて聖域の番人で食ってワンドローでエンドかな。これで一応イーブンだと思います。聖域の番人分はこっちがちょっと有利ですね。ああちょっと面倒くさいところ入ってきましたね。まあまだ大丈夫、放浪王がいるんで、どっちかは止めながら動くことができるんでまだ大丈夫だと思います。それか相手こっちの縦カウンターを処理しに来る可能性は全然ありますね。
縦カウンターの処理に来ましたね。これはおう、下も全部、まあ下は一時これで止めれて、まあ飛んでるの止めて、まあ残りでほい、いいかなと思います。絶望将来用に紙使いを少し残しときたいかなっていう気持ちがありますね。うん、分離砲器1、2、3、4、5、引けましたね。なら大丈夫か。四天使の方を追放したいこと考えると、一応銀行破りのドローからかな。まあ一旦銀行破りまで置いてエンドでいいかな。鋼の四天使がまあ何かしらの動きしてきたらできたで大丈夫なんで、あとは邪悪を打ち砕くで相手のここを取る可能性もあるんで、できればねこの辺生き残ってほしい気持ちはありますけど、ただこれ場合によっちゃ死ぬんですよね。警戒かな。あ、ハンコンの方、はい、まあここでフォローを、これ大谷で登場ですね。グッドゲーム大谷、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあウルザひっくり返して勝つっていう動きも結構多いんですけど、まあやっぱり普通にね白タンの動きっていうのがしっかりと強いっていうのも、見て取れたかなと思います。で、攻撃には国別含めた全体除去自体は入ってないんですが、その分婚礼発表を入れてる形で、まあ要は足回りしっかりして、下でしっかり戦うっていう形になるのかなと思います。まあしっかりと婚礼発表を用意することによって、まあ神使い棒とか農場労働者、あと放浪のトークンも強くなるんですけど、それ以上にひっくり返ったウルザのトークンですね、無色のアーティファクトトークンっていうのが強くなって、まあこれで、まあ1枚でもねひっくり返ってると、まあこの婚礼発表が1枚でもあると02回起動するだけ22が4体並ぶんです。その動きはめちゃくちゃ強いってことを含めても、まあ今の環境的には結構マッチしてる1枚なのかなと思います。はい、で、まあ今のところねいいとこばっか結構言ってたんですけど、まあ最初の方にちょっと言いました、フリタイメンっていうのが存在します。それがアズリウスコントロールですね。はい、まあそもそも除去が透かされるのも厳しいってとこではあるんですけど、やっぱりカウンターとかされるっていうのは結構厳しいんですよ。まあこれ白タンの時も言えることではあるんですけど、どうしてもカウンターが重いデッキではあるっていうのは、まあ覚えておく必要があるかなと思います。特に BO1 だとね、なんか青白使うと対面に青白が増えるとか意味わかんねえねことが発生したりとかするので、はい、まあそういうのもあって、まあBO3 とかで戦ってあげる方が強いのかなと思います。ただ多分グリクシスミットとか相手だとめちゃくちゃ強かったりとか、あとまあ赤タナグロとか相手にもね軍備放棄だったりとか、そもそも初動のね動きとして相性がいいことが多かったりとかでしっかり戦えるかなと思います。かつサイドボードにね、まあこういう痛烈な一撃みたいな対赤タンに強いカードだったりとかも入ってたりするので、はい、まあそういうのも含めて、まあアグロとかにも強くてミッドレンジにも強い形になるのかなと思います。本当に多分アゾコン以外には勝てるんじゃないかなっていうレベルには強いデッキだと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。